お疲れ様です。タグなんですけども、どこにつけてもいいですから、どんどんやりましょう。やってみて、それからいろいろと考えていくぐらいのペースじゃないと、多分もう時間があんまりないですからね、間に合わなくなると思います。それからね、速稼塾内のコンテンツなんですけども、塾生になっていただいたら、別に私からね、皆さんにお分けした動画はどのように使ってもらっても構いません。もちろん速稼塾塾生を名乗ってもらっても構いません。私がね、速稼塾塾生を名乗らせない、そういう要件があるとしたら、誰かに迷惑をかけたりとかね、訴訟問題になった場合は、即刻破門と言いますかね、場合によっては絶縁ということになりますので、でもめったにそういうことはありません。意図的に誰かを騙したりとかね、人に迷惑をかけて謝らなかったりとか、連絡をブロックしたりとかね、そういう悪質なことでない限りは、誤解をしっかりと解いていくことと、あとはね、謝罪とか、人との関係を修復するっていうのもカリキュラムの一部ですから、そこは特に問題がないと思います。それよりもね、やっぱりやること決めたんで、早くやっていかないと、多分1月からセールスとなると、もう結構遅い段階に入ってくるんですよ。今からプロモーションしても。それから、無料コンテンツをどんどん出していかないといけないときに、ちょっとね、コンテンツを出してるところで足踏みしてるってことは、これちょっとなかなか、スピード的にはちょっと遅いかなというところはありますよね。やっぱりね、物を言うのがアクセスなんですよ。アクセスが取れない限りは、どうやってもね、手も足も出ないんですね。前回ホワイトボードをこうやって出して連絡先とかってやってましたけども、じゃああれが再生数いくつになってるのかなってことを考えると、例えば再生数が10ならマックスで10人しか見てないんですよ。そのうちのアクセスのいくつかは、私のであったり、ミニオン君ご自身のであったりすると思いますんでね、そうなると全くのまっさらで購入の可能性のある人が見てるかなと思ったら、ほとんどいないということになっちゃうんでね、この上で、10万20万っていう商品を売るのはかなり困難になってきますんで、まずはアクセスを取るためにもうあの手この手を尽くすことですね。場合によっては広告を出すみたいなこともあります。あとアクセスが小さいならですね、その小さい人に信頼していただけるような深みのあるコンテンツを作っていくしかないんですよね。そういったことも速稼塾内で YouTube の戦略ということでね、カリキュラムがございますので、ここで話すとまたね、膨大な時間になっちゃいますんで、そちらの方をご覧いただければと思います。はい、今回はそんなところですね。でね、やっぱり人っていうのは自分の、成長をね、求めるもんなんですよね。中には求めてない人もいるんですよ。で、求めてない人はお客さんになりませんので、ほっといていいと思います。成長を求めてる人になぜね、これが必要なのか、このミニオン君が販売しようとしているものが必要なのか、これに説得力を持たすことがかなり重要になってくるんですよね。その辺のストーリーを考えていくことと、あと段階としてはね、教育ってものが必要なんですよ。教育は何に必要かっていうと、集客した後なんですよね。アクセスを集めた後に教育、何があなたに必要なのかってことをずっと教え込んでいくんですよ。で、それの何が必要かの何を自分が販売したいものにスイッチしていくんですよね。どんどん変えていくんですよね。その上で最後に販売があるわけなんですよ。十分教育が済んで、なるほど、自分に必要なのはこれなんだっていうふうに、認識した上で、では価格ですっていうふうな感じなんですよね。ですから価格の明示は一番最後になるんですよ。なるべく価値を感じさせて、積み上げて積み上げて、価格を提示した時に安いと思わせるぐらい、もう欲しいと思わせないと、なかなかね、買ってみようかってことにはならないですよね。特にね、人っていうのはお金を払うっていう行動をなかなかしないです。相当信頼してる人に対してもお金を払わないです。払う時でもなるべく安く済ませようとか、できれば分割でとか言ってね、なるべく慎重に慎重にお金を払わないようにしてるんですね。そこに引き込んでいくところに、セールスの手腕があるわけなんですけどね、その辺も速稼塾でセールスのノウハウなどね、学んでいただければと思います。これも一朝一夕にはなりませんので、やっぱりじっくり学んでいく必要がありますね。それも込みで、セールスが1月だとしたら、じゃあ販売を十分学んでるのかな、ライティングがどうかなとかね、スピーキングがどうかなとか、そして量はどうかなってことを考えるときに、今からね、しっかりとやっていかないと、ちょっと1月の販売に間に合わないということになりますんでね、もう今11月だから2ヶ月弱あるかなっていう感覚ではなくて、もう来週にも販売が迫ってるみたいな感覚でいくと、ちょうどいいんじゃないかなと思います。それではお疲れ様でございました。また連絡ください。